はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はストロークする指、人差し指、親指、お答えしたいと思います。はい、まあ、どちらでも綺麗な音が出れば OK だと思うんですね。ただ BJ は人差し指を推奨してます。なぜかと言いますと、親指と人差し指どちらが器用ですか？人差し指の方が器用ですよね。細かい動きができます。親指もまあ動くことは動くんですが、人差し指のこのしなやかな動きに比べ若干ちょっと動きが、そこまでではないということもあります。しなやかに動くということは弦の上を滑らしやすいで、柔らかい音も出しやすいし、硬い音、強い音も出しやすい、調整が効きやすいところがあるんですね。それで人差し指をおすすめしてます。人差し指じゃなければ、ストロークはできませんよということではないんです。人差し指が弾きやすくて器用ですのでおすすめしますということですね。で、BJ のアレンジしてます弾き語りの曲にはイントロとか間奏にメロディーが入ります。このメロディーはウクレレソロみたいにこうやって弾くんですけども、単音もしくは2本3本でこうメロディーとハーモニーを入れていく感じなんです。それに比べてストロークっていうのは4本全部バーンと基本的に弾きますね。音量的に大きくなりますよね。はい、全部親指でやってる方に多いのはメロディーよりもコードストローク、これが大きいっていう方が多いので、それは人差し指に変えてもらうとうまい具合に、しっかりとしたメロディーを刻みながら間に綺麗にコードが入れていけるというふうなことも使えるんですね。はい、ですので、まあ、 ストローク弾き語りで使うときは人差し指が一番、入りやすいですよというお話です。親指、中指、小指、薬指あたりを使ってストローク、ショー間違いではないですからね、 OK ですから。ちゃんといい音が出ればどの指でも、基本的に OK です。肝心なのちゃんとしたいい音を出すことです。ということで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか？暖かい日が灯る